リヒャルト・コルツはドイツの陸上競技選手である。彼は1928年に開催されたアムステルダムオリンピックの400メートルリレー層で銀メダルを獲得した。レムシャイトの出身。彼は短距離層の選手として1928年アムステルダムオリンピックのドイツ代表に選出された。コルツは100メートル層と400メートルリレー層の西北に出場した。 アムステルダムオリンピックの100メートル走は33の国から76人の選手が出場して7月29日、7月30日の日程で実施された。コルツは1次予選と2次予選を通過したものの準決勝で敗退した。コルツにとって2種目目となる400メートルリレー走には13チームが出場して8月4日、8月5日の日程で実施された。 コルツは、ゲオルクラマーズ、フーベルトホーベン、ヘルムート・ケにニチームを組んで走り、予選では2組の2位となって、翌日の決勝に進んだ。決勝は、アメリカ代表チームが、当時の世界記録となる41秒0の記録で優勝し、ドイツ代表チームは0.2秒差の2位となって、銀メダルを獲得することになった。コルツのオリンピック出場は、 アムステルダムオリンピックのみであった。彼は、記事のレムシャイトで1974年に自殺している。AB オリンピックアスリートボーンインレムシャイド、ノルドライン、ベストハーレン、ジャーマニーアーカイブド2020年4月17日、アットザウェーバックマシン、2014年1月24日、閲覧。ABC アスレチックスアットザ1928、 アムステルダムサマーゲームズメンズ4 0 0 m リーーズリラーアーカイブド2020年4月17日アットザウェーバックマシン2014年1月24日閲覧 AB ジャーマニ n y a t チックス i c アットザ1928アムステルダムサマーゲームアーカイブド2020年4月17日アットザウェーバックマシン2014年1月24日閲覧 AB アスレチックスアットザ1928アムステルダムサマーゲームズメンズ100メトラスアーカイブド2020年4月17日アットザウェイバックマシン2014年1月24日閲覧アスレチックスアットザ1928アムステルダムサマーゲームズメンズ100ミリターズラウンド1アーカイブド20年4月17日アットザウェイバックマシン 2014年1月24日、閲覧。アスレチックス・アット・ザ・1928・アムステルダム、サマー・ゲームズ、メンズ 100m クォーター・ファイナルス・アーカイブド2020年4月17日、アット・ザ・ウェイ・バック・マシン。2014年1月24日、閲覧。アスレチックス・アット・ザ・1928・アムステルダム、サマー・ゲームズ、 メンズ 100m セミファイナルズ2014年1月24日、閲覧。アスレチックスアットザ1928アムステルダム、サマーゲームズ、メンズ 400m リレーラウンド1アーカイブド2020年4月17日、アットザウェイバックマシン2014年1月24日、閲覧。アスレチックスアットザ1928アムステルダム、サマーゲームズ、 メンズ 400m リレーファイナルアーカイブド2020年4月17日、アットザウェイバックマシン2014年1月24日、閲覧。ありがとうございます。